マルクの福音書発その頃また大勢の人の群れが集まっていたが食べるものがなかったのでイエスは弟子たちを呼んで言われたかわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです空腹のまま家に帰,る帰らせたら途中で動けなくなるでしょうそれに遠くから来ている,いる人もいます弟子たちは答えたこ,こんな辺鄙なところでどこからパンを,パンを手に入れて この人たちに十分食べさせることはできましょう。するとイエスは尋ねられた。パンはどれくらいありますか弟子たちは七つですと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。それから七つのパンを取り、感謝を捧げてから、それを先、人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。すると、魚が少しばか,ばかりあったので、そのために感謝を捧げてから、これも配るように言われた。 人々は食べて満腹したそしてあまりのパン切れを7つの籠に取り集めた人々はおよそ4000人だったそれからイエスは彼らを解散させられたそしてすぐに弟子たちと共に船に乗りダル,マサダルマヌタ地方へ行かれたパレサイ人たちがやってきてイエスに議論を仕掛け天下のしるしを求めたイエスを試そうとしたのであるイエスは心の中で深く探索してこう言われたなぜ 今の時代は印を求めるのか、誠にあなた方に告げます。今の時代には印は絶対に与えられません。イエスは彼らを離れて、また船に乗,り乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時、イエスは彼に命じて言われた。プラサイビトのパンダネとヘロデのパンダネとに十分気をつけなさい。そこで弟子たちは パンを持っていないということで、互いに論じ議論し始めた。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですかまだ分からないのですか悟らないのですか心がか固く閉ざしているのですか目がありながら見えないのですか耳がありながら聞こえないのですかあなた方は覚えていないのですか私が5000人に5つのパンを割い,いてあげたとき、パン切りを取り集めて、 いくつの籠をいっぱいになりましたか彼らは答えた。10人です。4000人に7つのパンを割いてあげたとき、パン切れを取り集めて、いくつの籠をいっぱいになりましたか彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか彼らは別祭壇に着いた。すると人々が盲人を連れてきて,彼に触っていただく、彼に触ってくださるようにイエスに願った。イエスは盲人の手を取って村の外へ連れて行かれた。そしてその両目につばきをかけ、 両手を彼に当てて何か見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって人が見えます。木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスはもう一度彼の両目に両手を当てられた。そして彼が見ているとすっかり治りすべてのものがはっきり見えるようになった。そこでイエスは彼を家に返し村に入っていかないようにと言われた。それからイエスは弟子たちとピリッポカイザリアの村々へ出かけられた。 その地、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか彼らは答えて言った。バブテスマのイオネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。では、あなた方は私を誰だと言いますかペトロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、 長老、最主張、立法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえら,がえらなければならないと弟子たちに教え始められた。しかもはっきりとこのことを話された。するとペテロはイエスを脇にお連れして、いめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。サがれ、サタン。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは軍師を弟子たちと一緒に。 呼び寄せてからに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分をして、自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような会員と罪の時代にあって、 私と私の言葉を恥じるようなものなら人の子も父の栄光を帯びて聖なる見つかりたちと共に来るときにはそのような人のことを恥じます。